海上自衛隊が所有している双竜型潜水艦の11番艦覇王竜ですが、その機関としてリチウムイオン電池が搭載されました。今回、覇王竜にリチウムイオン電池が採用された経緯について見ていきましょう。そう、竜型潜水艦の10番艦までは、スターリングエンジンを搭載していたのですが、11番艦からは、リチウムイオン電池に変えました。それと同時に、馬力が8000から、ダウンしました。その変化の意味についても探っていきたいと思います。潜水艦のエンジンとして、長年使用されてきた、スターリングエンジン。確かに利点が多く、もったいない、名残惜しいと感じる方もいらっしゃるようです。しかし、出力が低いことがネックとなって、リチウムイオン電池に変更されることになりました。そのおかげで、高出力バッテリーを搭載することも可能になったのです。リチウムイオン電池は、驚くほど進化しています。電卓やパソコンの時計用電池は、使用法として一番知られているところではないでしょうか。最近は、エンジンではなく、蓄電池を使用する潜水艦が多くなったようですが、その陰には、エネルギー資源が枯渇しつつあるという現実が存在するのです。つまり、地球からエネルギー資源がなくなり始めていることも、蓄電池使用率の高まりに無関係ではないと思えます。ここ最近、スグス、サステインエイブル、デベロップメント、ゴールス、持続可能な開発目標という言葉が、巷で大流行していますね。2015年の国連総会で採択された国際目標です。貧困や、飢餓の撲滅など、17の目標が掲げられています。エネルギーをクリーンにという目標もあり、2030年までに達成することとされているようです。個人的には、言葉だけが一人歩きして、実態が伴っていないように感じていますが、やっと実践を伴う流れに変わってきたのかと嬉しくもあります。潜水艦にも、この流れが影響しているのではないかと考えてしまいますね。さて、海自の、そう、竜型潜水艦は、通常動力型潜水艦としては世界トップクラスという定評があります。その、そう、竜型をさらに発展させたのが、タイゲイ型潜水艦です。タイゲイ型潜水艦のネームシップで、1番艦のタイゲイ派、2020年10月14日、三菱重工業神戸造船所で、無事に進水しました。タイゲイの喫水船は、そう、竜型より約 2m 深く、排水量も50トン上回っているので、海自としては一番大きい潜水艦ということになります。この潜水艦艦の名前タイゲイですが、漢字では大クジラと書きます。字を見て、一目瞭然、クジラにちなんでいます。日本人は昔からクジラとは深い関わりを持ってきました。数少ないタンパク質源として、江戸時代などは漁村挙げてクジラ入りを行っていた絵図などもあります。クジラは肉だけでなく皮や脂、骨など捨てるところがないと言われるほど、日本人は頭から尾の先まで活用していました。昭和40年代の社会科の教科書には、南氷洋捕鯨のカラー写真などが掲載されていたのです。もちろん、ヨーロッパでもクジラは、得ていました。江戸末期の黒船来航は、クジラを追いかけてきたのが、きっかけだったという説もあるようです。ヨーロッパでは油だけが目的だったので、クジラから油を絞ると、それ以外の部分は廃棄していたそうです。そんな無駄をしていた人たちに、今更、
捕鯨は残酷だなんて批判されても、と思うのは筆者だけではないと思います。おまそれまでは言いませんけれどね。艦は9大。海自の潜水艦の名前は、訓令に規則があります。つまり、生打ち、水晶動物の名、水中動物の名から、つけることというのです。そう、竜型は、想像上の動物で、縁起の良い竜にちなんだ艦名で、漢字で書くと青竜です。アニメの、新世紀エヴァンゲリオンを思い出したという方もいらっしゃいますよね。青い竜というのは、太平洋戦争で活躍した、大日本帝国海軍の空母です。ということは、大クジラにも前世があったのでは？実は、大クジラも、大日本帝国海軍所有の潜水母艦の名前でした。当時の潜水母艦は、攻撃用というより、今でいう休憩用の艦で、洋上で、潜水艦への補給や、乗組員の休養などの役目を果たしていたそうです。とはいえ、時には、潜水艦待機艦の役を務めることもあったようです。この大クジラは、太平洋戦争が始まった時、航空母艦劉邦に改装されました。ところが、1942年、昭和17年、6月のミッドウェー海戦で、日本は、主力空母を4隻も失ってしまったのです。大切な空母を4隻もなくしてしまったことに、慌てた当時の海軍は、穴埋めのつもりなのか、それまでは、仮空母扱いだった劉邦を、改めて、正規の空母として格上げしたのです。そして、マリアナ沖海戦などにも参戦することになりました。その後、広島の五軍港で防空砲台として使用されていましたが、1945年、昭和20年、日本の敗戦とともに放置されていました。やがて、1年後の1946年解体され、艦艇としての役目はここで終わったのです。現在の潜水艦隊ゲイには、王竜や東竜と同じくリチウムイオン蓄電池が搭載されています。ただし、リチウムイオン電池だけではなく、ディーゼルエンジンの充電能力向上を目的として新規に開発されたスノーケル発電システムも搭載されているそうです。そのおかげで、そう、竜型の2艦より、リチウムイオン蓄電池の性能をさらに引き出せる構造になったそうです。そう、竜型2艦には、従来のスターリングエンジンは搭載しませんでした。とはいえ、最初は、スターリングエンジンを外すことなく、そのまま使用する予定だったとか。つまり併用する考えだったらしいです。つまり、鉛蓄電池だけを、リチウムイオン電池に交換しようとしていたわけです。しかし、一番の問題、経費の問題がありました。様々な見積もりの結果、スターリングエンジンと鉛蓄電池を、そっくり、リチウムイオン蓄電池に交換した方が、確かにコスト高になりますが、出力は大きくなるという結論が出たのです。初期投資は、高額でも、長い目で見れば、こっちの方がお得ということでしょうか。実際の経費について説明します。10番艦までの建設費は、1隻あたり約517億円でした。しかし、高額なリチウム蓄電池を乗せるので、100億円以上も増えて、643億円ほどに跳ね上がってしまったのです。そして、経費が増えたのに馬力は減ったのです。スターリングエンジン搭載の、そう、竜型のスクリュー軸馬力は8000でしたが、王竜や東竜の公表値は5600馬力なので、2400も減っています。確かに、
瞬発的な最大スピードは落ちますが、リチウムイオン蓄電池には効率放電を長時間持続できるというメリットがあります。効率を考えると、エネルギーを使用せずに蓄電池で動かすのは経済的という気がします。中速から高速で長時間潜航ができるようになりますし、海中に潜むという潜水艦としての性能が、はるかに向上したということになるわけです。リチウムイオン蓄電池のメリットをもっと紹介します。エネルギー密度が、鉛蓄電池の2倍、密輪放電の繰り返し、可能回数が 1.5 倍以上、フル充電までの時間が短い、放電しても、電気容量は大して低下しない。そして、鉛蓄電池で一番懸念されている事故が起こった時の水素ガス発生の恐れがないのです。また、体毛の形状は部分単柄構造で葉巻型ですが、船体に浮き架台と呼ばれる構造を取り入れています。この浮き架台は、浮き甲板といい、外国でも採用が進んでいて、艦内の機械音や乗組員が動く時の振動や衝撃を緩和する働きがあるのです。その他にも、音の静かなプロペラスクリューや音波吸収材装備などを設置したことで、そう、流型よりも一層静粛性が高くなっているそうです。言うまでもなく、潜水艦の最大の目的は、海中で敵に知られずに行動することです。そのためには音が一番のネックになります。その音の発生を少なくできるということは、潜水艦としては非常に高スペックということではないでしょうか。そんな体毛には情報処理システムシーオンアイスターが採用されています。また、光ファイバー技術を使った今より進化した備品が装備される予定にもなっています。兵装、武器ですが、親潮型や双竜型と同じく、18式超魚雷とハープーン追艦ミサイルなどが発射できる 533mm 魚雷発射艦6門を設置しました。この18式魚雷に付属している音響画像センサーは、優れもので、敵魚雷の追跡を欺くデコイ、おとり魚雷を見破る能力を持っています。そして、音響画像センサーの能力はそれだけではありません。魚雷センサーは浅い海域では、海中の音響が複雑になるため、狂いやすいと言われますが、そういう海域でも、確実にターゲットを捕捉して、形を識別、発射すれば、命中率も高いということです。さらに、最適なタイミングで起爆させることができる、アクティブ磁気近接起爆装置などの最新技術もが盛り込まれているので、18式魚雷は、世界トップクラスの魚雷と断言しても、誇張ではないと思われます。